早速ですね、読者登録をしていただいた方が、何人かいらっしゃいまして、とっても嬉しいです。ありがとうございます。行動奏法って一番何が大事かというと、今自分がどの音符を弾いていて、どんだけ伸ばしたらいいのかなっていうのがはっきりわからないと、実は、なかなか奥の楽しいところにはたどり着かないっていうのが、一番初めの入り口でしっかりしとかないといけないところではないかなというふうに思います。はい、楽譜を見ていただきまして、ちょっと確認していただけましたらですね、等記号の隣にこの表紙記号という、分数の数字があります。4分の4拍子というふうに言います。この表紙記号をしっかり意識して弾くっていうことを必ず行ってください。そうしますとコードをで弾く奏法っていうのがとっても楽しくなってきますし、とっても理解しやすいことになっていきますので、今日はここをしっかり説明したいと思います。はい、まず4分の4拍子っていうのは、この、この間ね、ここの一拍の間だから1小節というふうに言いましたけども、そこの中に4拍入ります。で、4拍っていうの、拍っていうのが手辺にしろという字を書くんですね。拍子です。で、これって手拍子とかと一緒で、拍手とかで、音符の単位って要はこの1回鳴らして次鳴らす間の間隔が、要は1メモリ2メモリみたいな感じの単位になってくるんですね。なので、もうご想像できると思うんですけども、例えば全然当たりにならないんですけど、一定の間隔において鳴らすことによって定規みたいにしっかり測ることができるっていうことじゃないですか。ということは均等であるべきなんですよね。一定間隔であるべきなんです。それが一小節の中に4つ入ります。1カウント、2カウント、3カウント、4カウント次の一小節に入っていく、それがまず4拍子という意味なんですね。なので1234、次の拍の1234、次の小節の1234、1234というふうになります。ここまでお分かりでしょうか。はい、ですのでこの中には必ず4拍入るように音符が必ず配置されているのです。ですので、この四分音符と言われる黒玉に棒さんは今1というふうなカウント、1単位になっていますので、それが4つ入っています。オーラリーの中のソードシードっていうのは一小節の中に4つ入っています。入っていますね。はい、そしてその次の箱には、小節にはレラレー、黒玉2つに白玉さんの棒がの音符が、白玉に棒の音符が1つ入っていますけども、これが2カウント2拍です。ですので11足して2でプラス4も OK ですね。4カウントです。はい、その次です。ドシラシ、ドシラシは四分音符4つですので 1,2,3,4OK です。はい、そして最後です。この全音符と言われる白玉だけのものですね、これが1個しかないということは4カウントとこの箱に中になければいけないので、これは4拍音をずっと伸ばしていく、持続させていくということなんですね。それがこの楽譜が1段目に書かれている音符の種類もしプラス長さということになります。なんで四分音符今1って言ったん、なんで1拍なん、これもう1拍って絶対決まってんの、もうずっとそうなんっていう風に感じられた方がいらっしゃると思うんですけども、実はね、これもちゃんとね、設定のところに書いてあるんです。その設定は何かというと、この4分の4拍子の分母の数、分数の分母のところの4です。これが1拍として数える音符の単位をここで設定してます。だからね、ここはね、前と最初の初期設定みたいなもんなんですよね。初期設定がどうあるかっていうことをしっかり確認しないと、この曲はやっぱり弾くことはできないんですよね。なので、ここをしっかりいつも確認するようにしていただけたらというふうに思います。はい。
ここ分母が4ですので、これは四分音符黒玉にさんの母を1にしてくださいね。単位を1というふうに数えてください。それが1小節の中に4つある。それでこの曲作ってくださいよ。私作りましたよ。じゃああなた弾いてくださいねっていうふうなことになります。はい。そしてですね、このピアノの、レッスンの周りにお助けグッズが実はたくさんあります。で、どんなお助けグッズかというと、実はこのメトロノームっていうのがこの拍子を数えてくれる便利なお助けグッズ。ゆっくりしたり早くすることもできるわけです。こんなゆっくりしたり、でもこれも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、58、59、60、61、62、
しどれだれどしだしどおおおっといきますね。じゃあここまで言ってみましょう。お願いします。せーの。コードの奏法に戻したいと思います。このアルファベット、この間前回はですね、この拍の頭のところでね、一拍目のところでボーンと伸ばしながら、はい、で前回はですね、その数え方っていうのをご説明していなかったので、この最初の最後の 1,2,3,4 小節目のところのね、銅で銅がこの全音符4拍分伸ばすっていうところに対して、左手もずーっと伸ばしっぱなしにしておりました。伸ばしっぱなしに、じゃあ結局何個数えるかというと4つ数えるんですよね。 1,2,3,4 はい。そしてその次の課題はソドシのレラレ、これを今日のお話ししたことにのっとってやってると思います。そうするともうこの拍子記号というのを理解していただいたので、はい、じゃあ弾く前にはやっぱりしっかり数えましょう。何を数えるかというと、私この曲このぐらいで変歩で弾きますねっていう速さの設定を必ずしてください。 1,2,3,4 でね、これ設定しないと長さの単位が生まれないんですよね。自分で4分の4拍子、あ、じゃあこのぐらいにしよう、初期設定を自分でしてください。そうじゃないと 1,2 の長さも生まれなければ 1,1,1,1 も生まれないんですよね。そこがね、やっぱりしっかり大事にしないといけないのが、このコード奏法の一番大事なところです。 1,2,3,4漠然と、1個目と3個目で弾いといてくださいって言ったのが、結局1拍目と3拍目のところに左手を弾いてくださいというふうな指示になるわけです。そうするとね、最後の4小節目にもちょっと入れてみましょうか。結局どこに入るかというと、ド、ニ、サン、シのところにもう一回打つわけです。いきます。1、2、3、4
しっかり理解することで、自分が入れないといけない拍もしっかり分かるっていうことなんですよね。